今日はココタマたちがココタマハウスで鬼ごっこをするんだって。まずはじゃんけんで誰が鬼になるのか決めていくよ。最初はグー、じゃんけんぽい。サリーヌとパリーヌが負けちゃったみたい。鬼はサリーヌとパリーヌに決定。さあ早くみんな逃げて。サリーヌとパリーヌが追いかけるよ。サリーヌがモグタンにタッチしたよ。モグタン捕まっちゃいました。捕まったモグタンは端っこの方で待っててね。サリーヌがメロリーを追いかけるよ。逃げ場を失ったメロリーはサリーヌに捕まっちゃった。メロリーも端の方で待っててね。あとはこっちの方にミシルが逃げてたよね。どこにいるのかな。あれ、サリーヌが何か見つけたみたい。こんなところに隠れ玉があるよ。この隠れ玉の色は、あ、中にミシルがいたよ。ミシル捕まえた。今捕まっているのは3人。お先にキラリス、ゲラチョにラキタマはどこに逃げてるのかな。こちらはパリーヌ。ラキタマとゲラチョを頑張って追いかけてるよ。パリーヌが追いかけてきたよ。パリーヌがゲラチョに追いついたよ。バランスを崩して滑り台から落ちちゃった。大丈夫？二人とも大丈夫だったみたい。タッチされたゲラチョはあっちの方で待っててね。サリーヌはキラリスとおしゃきを追いかけてるよ。おしゃきはサリーヌに追いつかれちゃった。サリーヌはキラリスを追いかけるよ。キラリスがつまずいちゃったところをサリーヌがタッチ。これで残るはラキタマ一人だね。ラキタマは一体どこに逃げてるんだろう。サリーヌとパリーヌはラキタマが逃げていったメロリーのお部屋を探しているよ。サリーヌが何かに気づいたみたい。こんなところに隠れ玉が。パリーヌが隠れ玉をタッチ。ラキ玉が隠れていました。これでみんな捕まえたね。卵の中のどれか一つにココ玉が隠れてるんだって。どの卵の中に隠れているかみんなわかるかな？正解は、ピンクの隠れ玉の中にメロリーが隠れていたよ。ピンクの卵を選んだ人、大正解！おめでとう！アソブームの動画は面白かったかな？携帯電話で動画を見ている人は、ここのチャンネル登録というボタンをポチッと押してみてね。みんなのお気に入りの動画がきっと見つかると思うから、ぜひチャンネル登録ボタンを押してアソブームの動画を毎日見てみてね。